皆さんこんにちは。福岡大学人文学部英語学科の田島玲奈と申します。私は2年生の時にイギリスとオーストラリアへ短期留学1ヶ月ずつ行ってまいりました。こちらはイギリスへ行った時の写真です。留学を通して日本のいいところや日本に足りないところを学ぶことができました。私の思う日本のいいところはホスピタリティ精神だと思います。相手を思いやる気持ちやちょっとした心がけは他の国には負けないと思います。電車などのアナウンスでも傘を忘れないようにご注意くださいなど言う国は他にはなかったです。と、日本人に足りないところをと申しますと、積極性や自己主張などだと思います。他の国、日本では謙虚さなども文化の一つですが、グローバルなステージに立つことになると自分を表現することがとても大切になると思います。留学をすることによって日本の足りないことなど、あと日本のいいところもたくさん見つけることができました。ここの写真にもあるんですけれども、着物も日本の誇れる一つの文化だと思います。着物を向こうで着るととても外国の方も喜んでもらえました。皆さんにも留学をおすすめします。留学することで自分の視野も広がり、いろいろな可能性が広がると思います。ありがとうございました。